杉並区大宮一丁目にある区立郷土博物館で現在、米、田んぼからお家までと題した企画展が開かれています。郷土博物館ではこれまでに昔の暮らしと今の暮らしを比較する企画展を開催してきました。今回の企画展ではテーマをお米の生産過程からお家に届くまでに注目し、昔と今でどのような違いがあるのか、未来はどのように変化していくのかについて紹介しています。普段食べているお米なんですけれども、実際にどのように育って収穫されて販売されお家に届くのかということっていうのが案外知らないということで、その流れですね、それを紹介するとともに、杉並区でも実はかつてお米が作られていましたので、その時に使用された道具ですとか、それから当時の写真というのを展示しまして、お米作りが区内でも行われ身近なものであったということを知っていただければなと思っております。展示されている道具はすべて杉並区で実際に使われていたものです。展示ではこれらの道具がどのように機械化されているかなどを比較できます。また米を作る工程が田植えと稲刈り、脱穀だけでないことも発見できる展示となっています。会場では実際に手に触れて体感ができる道具も用意されています。こちらは遠見という道具で、ハンドルを回して風を起こし、その風力で玄米ともみ殻を分けることができます。このほかお米にまつわる豆知識のパネルや記念写真のブースなどがあり、子どもも楽しく興味を持てる内容となっています。こちらはスタッフが推薦するおにぎりの具について来場者が投票するコーナーです。入り口でシールがもらえるので、ぜひご参加くださいとのこと。今のところ鮭、明太子、梅干しなどが人気で、来場者同士でおにぎり談義に花が咲くこともあるそうです。このほか関連イベントとして、区内における稲作の歴史や学校や地域が行っている取り組みも紹介されています。企画展米、田んぼからお家までは区立郷土博物館で来月15日まで開催されています。私、葉唐辛子やな。あ、おにぎりの具、唐辛子ですか。唐辛子、葉唐辛子、葉唐辛子、そうそうそう、今ね、葉唐辛子ちょっとしかないなと思いながら見てて私はね、福岡出身なのでやっぱり明太子なんですよね。いや、明太子、高菜明太とか最高じゃないですか。ね、おにぎり美味しいですよね。美味しい。でもそうか、もう今の子ってこうどうやってお米が作られていたかとかって、うん、こう家に行くまでの過程を知らない子が多いんですね。でもね、こういう企画展で学べる、実際に触ることもできるものもあるということですからね。ね、そして今回の展示の関連企画として、うん、今週末の23日と24日には昔の農具を体験できるそのイベントがあるそうなんです。もう大切、ぜひそういうのを、ね、ファミリーで行って体験してほしいですよね、うん、お父さんお母さんも実際にこう見たこともない方もいらっしゃるでしょうしね、うん、杉並区で作られていたということでございますね。お米美味しいですからね。いや、もう今日何食べようかなぐっと思ってしまいました、うん。